今日は麻婆茄子を作りました。こんにちは、料理研究家のゆかりです。このチャンネルはいろんな料理のレシピ、そして役立つ情報をご紹介していくチャンネルです。ぜひチャンネル登録して楽しんでみてください。今日は麻婆茄子を作りたいと思います。はい、ということで今回は茄子の定番レシピ、麻婆茄子を作っていきます。麻婆茄子を作るときは茄子を揚げて作る方法などもあるんですが、今回はですね、茄子を焼いて作っていきたいと思います。その分油の節約になって、さらにあっさりとした仕上がりになります。作り方に所々ポイントがありますので、ぜひ最後まで楽しんでみてください。それではどうぞ。それではまずはじめに具材などの材料をご紹介します。材料はこちらです。茄子、豚ひき肉、長ネギ、ニンニク、生姜、小ネギ、こちらの材料を使っていきます。まず茄子なんですが、3本で約 250g になります。こちらは目安にしてみてください。そしてひき肉ですね、こちらは豚ひき肉を使っていきます。あとはニンニクと生姜なんですが、こちらは生のものを使っていただくのがおすすめです。もしない場合はチューブタイプのものでも大丈夫なんですが、チューブタイプのものに関しましては油跳ねしやすいので、調理する際に火傷に注意してください。それでは残りの材料をご紹介します。材料はこちらです。お水、みりん、お醤油、お酒、お砂糖、塩、鶏ガラスープの素、豆板醤、ごま油、サラダ油、残りはこちらの材料で作っていきます。少しね、調味料の量が多いんですけれども、どれもね、手軽に揃えられるもので作っていきたいと思います。豆板醤の量に関しましては、こちらはお好みで変えていただいて大丈夫です。辛いのが得意な方はね、もう少し増やしていただいても OK です。その場合ね、少し味が濃くなると思いますので、お水で味の濃さを調整してみてください。ということで早速こちらの材料で作っていきます。それではまずはじめに茄子を切っていきます。まず茄子のヘタを切り落とします。ちょっとね、この硬くなってるヘタの部分はこのように削ぎ取ってください。そしてまず半分に切ります。半分に切ったら、これを縦4等分に切ってください。大きいものは縦6等分ぐらいにしていただいても大丈夫です。はい、このように切ります。そしたらボウルにお水を張って、ここに塩を入れます。そして塩水を作ってください。塩を加えたら軽く混ぜます。そして塩を溶かします。そしてこの中に茄子を入れます。このようにね、塩水につけていただくと茄子の変色を防ぐことができるのと、あとは油の吸収も抑えることができます。では切った茄子はね、このように塩水につけておいてください。では残りの茄子も同じようにヘタを切って、あとは8等分にしていきたいと思います。まあ、これはね、茄子の大きさに合わせて切っていただいて大丈夫です。切ったものはね、すぐ塩水につけましょう。はい、OK です。全部切り終わりました。それではこのまま5分ほど塩水につけておいてください。それでは続いて長ネギをみじん切りにしていきます。みじん切りの方法はやりやすい方法でやってください。このようにね、縦に切れ込みを入れていただいて、あとはまとめて切ると簡単にできると思います。はい、長ネギはこれで OK です。それでは続いて生姜をみじん切りにします。まずね、皮を剥きましょう。こちら皮付きの状態で使っていただいても大丈夫です。そしてみじん切りにしていきます。こちらも切りやすい方法でやってみてください。はい、生姜はこのようにみじん切りにします。それでは続いてニンニクです。ニンニクはまずね、半分に切ってください。そしてニンニクの芽を取り除きます。こちらはえぐみの原因だったり、あとは焦げやすい部分なので、必ず取り除いてください。取り除いたら、こちらも同じようにみじん切りにしていきます。はい、ニンニクはこれで OK です。では続いて小ネギを切っていきます。まず根元を切り落とします。そして半分に切って、あとは切り口を揃えて小口切りにしていきます。小ネギはこれで OK です。はい、5分経ちました。そしたら水を切ります。そして水を切ったら、キッチンペーパーの上に出して水分をしっかりと拭き取ってください。ここでね、水分が残っていると油跳ねしやすくなるので注意しましょう。キッチンペーパーの上に並べて、そしてキッチンペーパーをかぶせて水分を拭き取ります。
はい、茄子の準備はこれで OK です。それではですね、今から油で焼いていきます。それでは今から茄子を焼いていきます。フライパンの中にまず茄子を入れてください。全体に広げます。そしてここに油大さじ2ですね、入れていきます。今回ね、たった油は大さじ2しか使わないので、油の節約にもなります。油を入れたら、まず火にかける前に一度ね、茄子全体に油をコーティングさせてください。そうすることで油の吸いすぎを防ぐことができるのと、あとは変色もね、きちんと防ぐことができます。全体に油が回ったら皮目をね、下にしてください。最初に皮の部分から焼くことで、こちらもね、変色防止につながります。はい、 OK です。そしたら火にかけてください。火加減中火です。このままですね、まず皮の部分に少し焼き色がつくまで焼いていきます。はい、今ね、だいたい3分ほど焼きました。軽く焼き色がついたので裏返します。この時ね、やけどしないように注意してください。焼く面を変えたら、だいたいね、1分半ぐらい続いて焼いてください。火加減はそのまま中火で OK です。1分半ぐらいしたら、焼いてない面を下にしていきます。全体にね、軽く焼き色をつけてください。このね、焼く時間はフライパンの材質とかね、あとは火加減でも変わってくると思いますので、様子を見ながら調整してみてください。最後はね、1分ぐらい焼いていただければ大丈夫かなと思います。はい、 OK です。そしたら火を止めます。そして一度このナスを取り出してください。はい、でこのようにね、ナスは一度油切りします。ナスを取り出したら、軽くね、油を拭き取ります。それではですね、このままフライパンを使ってひき肉などを炒めていきます。まずフライパンに刻んだ生姜、そしてニンニクを入れます。これでもう一度火にかけてください。軽くね、香りが出るまで炒めてください。ちょっとね、油が足りないなと思ったら、少しね、油は追加していただいても大丈夫です。香りが出てきたら、ここにひき肉を入れましょう。ひき肉を入れたらですね、一度ひき肉をこのように広げます。このままですね、触らずに一度焼いていきます。そうすることで、お肉の塊ができて、食べ応えのある麻婆茄子に仕上がります。まあ、だいたい弱めの中火で1分ほど焼きましょう。その間にですね、お水と片栗粉を混ぜて、水溶き片栗粉を作っておきましょう。ちょっと空中でやりますが、片栗粉にお水を加えます。そしてしっかりと混ぜておきます。まあ、こちらをね、あらかじめ準備していただいても大丈夫です。水溶き片栗粉はこれで OK です。そしたらですね、お肉を裏返します。軽くね、焼き色がついたら裏返してみてください。裏返したら、またね、混ぜずにこのまま焼いていきます。ちょっとね、焼き色をつけてください。お肉を焼くとね、結構油が出てくると思うので、ちょっと油が多いなと思ったら、キッチンペーパーでね、軽く拭き取っていただいて大丈夫です。こちらはね、気になる時だけ拭き取ってください。はい、で片面もね、お肉に焼き色がついたら、ここに長ネギを入れます。そして軽く混ぜて炒めてください。この混ぜる時にお肉も少しほぐします。さっと混ぜたら、続いてここに料理酒、そしてみりん、お砂糖、あとは豆板醤、そして鶏ガラスープの素、あとはお醤油、まずこれだけを加えてよく混ぜてください。火加減はね、中火から弱めの中火ぐらいで、調整しながら加熱してください。豆板醤もね、塊にならないようにしっかり混ぜてください。全体がよく混ざったら、ここにお水を加えます。そして一度混ぜてください。そしてお水を加えて混ぜたら、先ほど焼いたナスを戻し入れます。そして全体をよく混ぜましょう。このままですね、一度再沸騰させて一煮立ちさせます。ナスにもね、しっかり味が染み込むように、このように全体に広げてください。味の濃さをですね、ここでちょっとね、味見をしていただいて、少し濃いなと思ったら、お水を足してね、調整してみてください。はい、今ね、このように沸騰してきました。そしたらこのままだいたい1分から1分半ぐらいですね、加熱していきます。火加減はこの時中火です。あんまりね、混ぜすぎちゃうとナスが崩れるので、こうやって煮込んでる時はね、中をいじらずに煮込んでみてください。
はい、今ね1分経ちました。水分がね少し飛んだなと思ったら火を止めます。火を止めたらですね、先ほど作っておいた水溶き片栗粉をもう一度ねしっかりと混ぜて、そして火を止めた状態で回しかけます。これをね火にかけた状態でやるとダマになってしまいますので注意してください。これをよく混ぜましょう。はい、でこのようによく混ぜてからもう一度火にかけます。火加減弱めの中火ぐらいです。この時ね少し水分が足りないなと思ったらお水を入れて大丈夫です。このとろみ具合はねお好みで調整してみてください。はい、OK です。1分経ったので火を止めます。そして最後にごま油を回しかけてください。こちら香り付けです。ごま油をね一緒に加熱すると香りが飛びやすいので火を止めてから加えるようにしてください。そしてさっと混ぜます。これで麻婆茄子の完成です。最後はね器に盛って小ネギを散らしたいと思います。はい、これで麻婆茄子の完成です。こんな感じに仕上がりました。このように茄子もトロトロで美味しそうに仕上がってます。最後はお好みで小ネギをかけて召し上がってください。これで完成です。それでは早速いただきたいと思います。ではいただきます。美味しい。茄子が柔らかくてすごく美味しいです。そしてこのゴロッとしたひき肉の食べ応えが抜群です。はい、ということで今日も美味しく仕上がりました。今回の麻婆茄子のポイントです。まず茄子についてのポイントです。茄子は切り終わったら塩水に5分ほどつけてください。そうすることで変色を防ぐことができるのと、あとは油の吸い過ぎを防止することができます。そして塩水に浸し終わったらしっかりと水分は拭き取るようにしてください。水分がついたままだと油跳ねしやすいので注意していただけたらと思います。そして茄子を焼く時のポイントなんですが、今回は揚げずに焼いてます。少量の油で済むので油の節約にもなって、かつですねギトギトっとせず美味しく召し上がっていただけます。そして焼くときはですね、まずはじめに油をコーティングしてから焼くようにしてください。そうすることで火の通りも良くなって、かつ変色も防止することができます。そして焼くときはですね、皮目を下にして焼くようにしてください。こちらも変色防止のポイントです。そして茄子を焼き終わったら一度取り出して、その後ですね軽く余分な油を拭き取って、まずニンニクと生姜を炒めてください。そして香りが出てきたらひき肉を加えて、ひき肉はですね一度広げてそのまま焼いてください。そうすることでひき肉の塊ができて食べ応えのある麻婆豆腐に仕上げることができます。そしてその後ですね、調味料と茄子を加えてしっかり馴染んだら一旦火を止めて、火を止めてから水溶き片栗粉を加えて混ぜてください。火にかけた状態で水溶き片栗粉を加えてしまうとダマになってしまいますので、必ず火を止めて行うようにしてください。あとは1分ほど火入れしてから召し上がってください。材料は手軽で作り方もすごく簡単です。とても美味しいのでぜひ作ってみてください。はい、ということで今日は麻婆茄子を作りました。私のチャンネルでは他にもたくさんいろんな動画を配信してます。ぜひチャンネル登録して楽しんでみてください。そして Twitter、Instagram、Facebook、TikTok、 こちらにもいろいろアップしていますので、ぜひいいね、フォロー、シェアしていただけたら嬉しいです。よろしくお願いします。ということで今日はこの辺で終わりたいと思います。本日も最後までご視聴いただきありがとうございました。ぜひグッドボタンもよろしくお願いします。それではまた次回の動画でお会いしましょう。バイバイ。